皆さんこんにちは、スプレアトレノベルちゃんです。こんにちは皆さん、今日も質問コーナーです。二人でね、夫婦で普段何料理を食べるのって質問が来ました。まあ普段日本料理だね。でもまあ仕事ですごくすごく忙しいので、あまり料理作らないんですよ。で作ってても多分大体同じ食べ物なので、私のなんかレシピ本がねちょっと少ない、本当に少ない。作れるのはあまり作れないね、日本料理。牛丼とかね、まあメキシコ料理ね、たまに。なので基本的に日本料理でまで自分で作ったりとか、まあコンビニとかで買ったりとか、お弁当屋さんのとこで買ったりとかね。肉が多いです。ということで、またいつもとか何かがあれば、ぜひコメント欄に置いてください。私ね、全部に答えたいと思います。ということで、じゃあまた次の動画でね。アディオスアミゴス。